エナジーフィラーが、リザーブを、しまっ！レベル B-、実戦としてはまだまだか。哨戒機が使えれば問題なくクリアできるというのに。横流しのナイトメアフレームシミュレーターとはいえなかなかの精度。これで訓練した兵が5人もいればクロビスを慌てさせることもできるんだが、いや現実的じゃないな。ナイトメアはいざという時の脱出手段。それに俺が信用できる相手で俺を絶対に裏切らない奴なんてそうそういるもんじゃない。クルルギス族、あいつが生きていたらまた違う手も見えるのかもしれないが、いや振り返るな。判断の時はいずれやってくる。大事なポイントは俺がアッシュフォードを卒業するまで。大学という名目でナナリーと離れ離れにされたらその先何が起こるかわからなくなる。卒業までにナナリーを連れてブリタニアから逃れねば。問題は EU に築くべき基盤か。中華連邦の内部情勢が安定していない以上マネーロンダリングの口座だけでも先行して開きたいところだが、チェスだけでは最低資金の確保に不安を残す。金融取引ができれば早いんだが俺の身元は隠さねばならない。イレブンでもいい、誰かの戸籍が使えればもっと早いのだが、そうすればパスポートの件だって裏から買おうにもこちらが名乗れない以上どうしても制約がついて回る。目立たないように、目をつけられないように、見つからないように。静かに静かに静かに降り積もる檻が俺の心を殺していく。分かっている、分かっているさ。結局はどれも逃げる手段でしかないということは。何から逃げる？国か民族か。いや我が父からだ。だから確かめろ、何度も言い聞かせてきたあの言葉を。俺の名はルルーシュ・ランペルージ。皇帝に従う名前、ルルーシュ・ビ・ブリタニアではない。だからあるはずだ、俺にしかない自由が、意志が、力が。時は次期皇帝が決まる頃、相続から外れた皇族を俺が陰から支えて国を乗っ取らせる。女系は不利だからな。コーネリアあたりがくすぐりどころか、ユフィもいることだし、ナナリーが戻る手は打ちやすい。そう、ナナリーを助けるために俺は俺の持てる力を全て使うと誓った。それが俺がこの世界にいる証だから。